はいどうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。というわけで今回やっていくのはエンデスセットで、今回はノルマンディキャンペーンでアメリカ軍を使いつつ P-51D5 を使っていきます。で、ついでにですね、ちょっとね、皆さんに見てもらいたいものがあります。これですよ。エンジンを切りながら降下して爆弾を落とすというやり方ですね。とりあえずこの辺、これですよ。もうこれもう行き着きました。これですね。エンジンを切りながら降下ダイブですねをするというやり方に関して、ちょっと皆さんに紹介していきたいと思います。はい、まずですね、コントロールパネルの方ですね、オプションからコントロールというところで、飛行機の方でエンジン切り替えというのがあるので、それやってるわけですよ。エンジン切り替え、私ね、キーボードの、V ボタンをエンジン切り替え、つまりですね、 V ボタンを押すとエンジンが停止するようになってるんですよ、ね、でエンジンを停止させながら降下して爆弾を落とすというやり方に結局行き着きました。はい、なんでこういうやり方するかっていうと、もうあれですね、この前の大型アップデートでね、エンジントルクですか、エンジンの半トルクがね、めちゃめちゃ効くようになっちゃったんですよ。大体のね、戦闘機とか爆撃機で、ね、半トルクが効くようになっちゃって、でどうしたもんかなーなんて思ってたんですけども、ここに行き着きましたね。ちょっとあれやりますかね。ほんと半トルクね、やっぱりスロットをね、だいぶ落としてもやっぱり出ちゃうやつは出ちゃうんですよね。フォッケルフ190とかね。で今乗ってるね P51 も結構半トルクが出ちゃうタイプのようなので、ちょっとね苦労してたんですけど、このエンジンを停止することによって半トルクが消えるというやり方で、爆撃をするようになってからは結構いい成績が出るようになりましたということなんですが、さてさて、軸線を合わせられそうですね。やりましたね、パイロットに行きましたか。よし、やっぱりこういうやり方をやると、半トルクが消えるっていうのもそうなんですけれども、あとやっぱりね、エンジン消すと本当音が消えるので、ね、他のね敵の航空機のエンジン音とかね聞きやすくなるんですよ、そのあたりもかなりね、メリットかなと思いますね。エンジンを切るっていうね、単純なやり方なんです。ただね、ちょっと注意してもらいたいのが、これエンジンね、スロットピストルが入ったままエンジンを停止してもすぐに復活しちゃうんですよ、ね、なので、スロットルが入ってる状態でエンジンを切り続けるためにはエンジン切り替えボタンを、連打する必要があります、私の場合はね V ボタンなんで、なので V ボタンを、連打しながら、爆弾を落としたりして、であとはね、その連打をやめればあとは勝手にエンジンが再始動してくれるので楽ですね。本当にね、エンジンを消すとね、半トルクでね、有名なフォッケルフでさえね、かなりおとなしくなってくれるんですよ、これ、なので本当ね、エンジン切るってマジ大事。あのフォッケルフでさえね、本当にね、おとなしくなってね、ロケット弾も落としやすくなるんで、ちょっとしたね、テクニックかもしれませんけれども、結構重要ですね、エンジンを切るっていうのは。何か飛んでるような気配がありますね。こういう時にね、エンジンを切るんですよ。でそうするとね、相手のエンジン音がねクリアに聞こえるので、相手がどの辺飛んでるかっていうのが分かるんですね。とりあえず追っかけますか。110ですね。でははい、強いね、この P51D5 ね、強いっちゃ強いんですよね。火力もね、やっぱりブローニング6門だし、であと速度も速いんですけれども、ただね、旋回能力は BF109 に結構負けてるんで、そのあたりがねちょっと不安ですね。2両か、2両ね、手前か奥か、さてさてさて、奥だな、奥行こう、この辺ほい、何しまった、ギャーかっこ悪ダサい、ダサいことしてしまいましたね。うわ、ダサい。これワンチャンね、あっ、殴られちゃった。
ちょ、これはもうバズーカで行きましょう。下にないな、下にない、バズーカ。さて、あ、行けた、行けましたか。あ、バズーカ結構行けるかも、行けるかも。あー、スプラッシュダメージはそこそこあるのかな。うん、ダメか。ダメか。まあ、そうですね、まあ、バズーカ、あー、そこを外すか、ダメか。あ、でも2キルだ。直撃させたらなかなかいけるタイプか。まあいい、ちょっとバッ、あー、ちょ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 、手元がく、あ、バズーカの弾もなくなっちゃったな。あ、そう、航空機行けません。よし、今やってくれやがった BF-1102、 復讐を果たしたい、果たしたい。まあ、さっきのね話の続きなんですけれども、この P51 ってね、あのやっぱり BF109 の、まあ、格闘戦とか機動力にまあ負けるんですけれども、それってねって、ちょっと待ってくださいよ、行ったそばからマルキューだ、やばい。ちょっとね、マルキューに関しては完全にね格闘戦で負けてしまうので、後ろについてる今少しでもダメージを与えておきたいところ。なんか壊れろ、なんか壊れろ、これこれなんですよ。あー、もう追いつけない。あ、いいですね、エンジンから煙吹いたか。ただね、ほんとこんな感じで振り回されるんですよ、うん、ただこれね、109の機動力がいいというわけではなくて、なんかね P51D の方がね、なんか精密な動きができないんですよ。そう、なんかね鈍いんですよね、初動が。なんかすごい黄色い燃料かな、燃料吹きながら飛んでますが、なんか精密な動きはねできないんですよ。あれ、これって降りてない、パイロット。あー、なんかパイロット降りたくさいなね。まあ、このままじゃあ落ちるのも見届けてもいいんですけども、ワンチャン入ってる可能性もあるから、まあとどめぐらいを刺しておきますか。なんかほんと P51 ね、なんか精密な動きが苦手。あ、やりましたね、よし。そう、なんか精密な動きがねやっぱり苦手なんですよ。やっぱり初動曲がり始めとか、ね、なんか上昇始めとか、なんかそのあたりねすごく動きが鈍くなっちゃうのと、あと、そうそう、今ねちょっと水ですね、ちょっと空冷じゃない、水冷エンジンのね水がちょっと上がってるんですけど、爆裂エンジンということもあってね、そのあたりちょっとねめんどくさいんですよね。精密な動きができない上に、ちょっと爆熱エンジンっていう、まあそんな感じなんでね、まあ P38G型ライトニングの方でまあいいかなってライトニング強いですからね。赤点が2つ、あっちの方がまあ何か芋ってる人がいるのかな。まあいい、じゃああっちほいでした。さあどうだ、はい、いった、よし、7キル OK。 エンジン音が聞こえる気がするな。あー、エンジン音ありますね。やばい、くそ、いつの間に、めっちゃ後ろ疲れてた。110か、110だったらまあなんとかなるかな。ちょっと待ってくださいよ、よし、やっぱり曲がり出しはね鈍いんですけれども、一度曲がり始めてしまえばね、単発エンジンの戦闘機なんで、さすがにな、 BF110 は引っぺがせますね。よし、じゃあこのままカウンターいきますか。ああいうね対空意識のある人はさっさと地上へ帰還願いたいものなんで、ほんと簡単にね、もうエンジンの水冷がちょっとやばいことになってるんですが、まあいい、このままちょっと追い切らせてもらえますか。うん、ガンナーはなしと、あ、行きましたね、よし。まあさすがにねブローニング6万は強いですね。よしよし、で、これ何機目でしたっけ。まあいいや、なんか飛んでんだよな、あれか。あー、
市以上の味方がめっちゃいるぞ。とりあえず援護爆撃をしてから返しで撃墜したいところ。あれか、多分110かな。コードが足らん。たまになんか最近ね、なんかね、あの410ですか、メッサーシュミット410がなんか珍しくなくなったんですよね。結構飛んでるノルマンディ、410ね、メッサーシュミットの方は本当足速いんでね、 P51 でもなかなか追いつけないんですよ。ただまああれは110かな。よし、 BF110 だったら追いつけるんですが、410は本当ね、防御機銃も強いから気をつけないとダメなんです。あ、しまった、危な、危な、危な、ボタン間違えた。はい、OK、よし。これで4機目かな、4機目か5機目か、もう全然数えてなかったな。今回の敵の航空意識ほんと高いですね。次から次へと来るな。ただまあ本当にやってくるのはほんと BF110 だけですね。とう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 、ガンナ付きか。あ、ちょっとやばいかも、潜ろ。いたたたたたた、しまったしまった。もう時間もないからこのまま一気に進めますか。ガンナーとの戦いだ。よし、じゃあここで詰めます。うっす、失礼します。詰めさせていただきます。うっす、さあ勝負。ギャー、こえあー、もうさあどうだ、てか行きまして、よし。ふう、最後は本当にガンナーにバッチバチやられましたか。ちょっと穴だらけにされてしまいましたね。けどまあもうこれ勝ったかな、勝ったっぽいな。よしよし、はい、勝ちました。まあというわけで今回はね P51D5 の方を使いながらエンジンをね消すっていうテクニックの話をしたんですけども、本当にねもうユンカース87スティウカとかああいうね急降下爆撃もやっぱりね、エンジンのハントルクとかも結構きつく出るようになってるんで、やっぱりエンジンを切りながら、あ、1位だ、急降下爆撃とかもすごく大事だし、戦闘機も戦闘機でねエンジンを切って、まあ、周りを静かにさせることで相手のねエンジン音を、まあ、聞き分けられるようになるから、やっぱりそのあたりでもね、やっぱりエンジンを切るっていうのは大事かなと思います。ほんとね、コントロールオプションの方で簡単にねエンジンを切るっていうねボタン設定もできるので、まあ、ちょっと試してみたら面白いかなと思いますね。はい、まあ今回はこんなところかな。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。